10月27日土曜日、取手市の市民グループが中心となって主要幹線道路沿いでゴミ拾いが行われました。午前9時に夢見の駅前または藤代庁舎前に集合して、挨拶注意事項を聞いて、その後グループごとに分かれ活動しました。もともと掃除が行き届いていて綺麗な街ですが、それでもだいぶゴミが集められました。午前11時解散しました。